で、その後、韓国行きました、僕。めちゃめちゃこう、アタッカーの位置やったんですけど、向こう行ったら監督にお前はボランチだって言われて、ええーってなって、1年だからずっとボランチしてましたね。全然わけもわからず。え、でも人生初のボランチ？人生初のボランチです。求められてることをやろうと努力はしました。不満に思ってたのか不安に思ってたのかどっち？そういうプレーを求められてるのはなんでやっていうのがずっとあったんで、不安の方が大きかったかもしれないですね。J3 とさ、K2 だったらやっぱ J3 の方がレベル低いね、やっぱ。そうっす。K2 の方がレベル高いと思います。ああ、そうなんだ、やっぱり。まあ、技術はそうですね、どっこいぐらいでしょうね、多分ね。でも、向こうの方がパワーとスピードがあるんで、もうそれで持っていっちゃうみたいなところがあるんで、そういうところでは結構激しかったというか、スピード感あったっていうのはありましたね。試合とか見てても、やっぱ K1 の選手とか、それプラス技術があったりするんで、結構レベルは高く、まあ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 な、高い感じではありました。まあ、J3 よりは高いと思います。日本の J リーグは綺麗だからね。そうですね。綺麗ですね。戦術で組織で組んでっていうのはあるので、まあ、向こうはもうダーンと打開しちゃうみたいなのもたまにはあるんで、まあ、アグレッシブなサッカーって感じですね。はい。ここで突っ込んでくんのかよとかっていうのとかもいっぱいあるじゃん。ありますね。もうね。その止まらずにそのまま来るかみたいなのとか、うん。まあ、その分抜きやすかったりもしますけまあどね。そうだね。足は早い。いやつはそうだよね。はい。そういう、ちょっと楽。まあ、慣れるまでがちょっと大変だけどね。そうですね。だね。俺もアルゼンチンで半年プレーしてたんだけど、そう、19の時やってたんだけど、なんか、ちょっと慣れるのに、おかしかったもん。だって、なんか、日本の場合ってボール来る前に体当てたり、そういうのってファールになっちゃってたりしてたのね、昔は。ああ、そうなんですね。そう。だから、そういうのとかを、もう、なんかちょっと全然違くて、こう、落下地点に入って、体バンってぶつけて、自分のエリアを確保するとか、あったけど、日本でやったら全然ファールだし、足を借りに行かなければ、後ろから来るのは当たり前っていう感覚だったし、そうなんや。結構激しい。いや、相当激しおい。うん。だから、多分ね、結構日本人、俺は進めたい。アルゼンチンとか。ー。逆に進めたいんですね。いや、進めたい。そう、あれ覚えれば世界できると思うもん。やっぱ、そういう激しさが、をこう乗り越えると、やっぱ世界で通用しますよね。やっぱそういうところは。うん。なんか、それはすげえ思う。まあ、今後、アルゼンチンに興味があるやついたら紹介して。俺、今、ちょっと、そういうのも今ちょっとやろうとしてるから。いじられる立場？どっちもやってます。なんか、やっぱ、ボケる人も多いんで、突っ込みに行かなあかんっていうのも、なんか知らんけど、勝手に役目やと思ってもやってますけど、今、それこそ、この間 YouTube やられた、田中圭太君とかは、なんか、優しいんで、俺らがボケると全部突っ込んでくれるんですよ。面白くて、もう朝からバンバンボケ出すみたいなのは、もうしょっちゅうやってますね。え、でもあれでしょ？それはストレスになんないんでしょ？あ、なん、なんないです。それはなんないです。うち、上の選手がまあ多いのは多いんで、それこそ長谷川アリア・ジャスールとか、田中圭太とか、健太郎くん、重松健太郎くんもそうですし、みんな優しいんで結構。結構何言っても何を突っ込んでも許してくれるみたいなんで、まあやりやすいのはやりやすいですね、全体的には。牛の浜拓っていう、超ポンコツなやつがいるんですけど、それはだけど、いじれるんだ。はい、ポンコツだけどめちゃめちゃおしゃべりな、面白い可愛い先輩がいるんですけど、いじりまくってますね。何にもできないんで、ほんまになんかいつも昼飯がみんなで食べるんですけど、うちのクラブって。で、それ食べた後に、ちょっとさっき言ったメンバーとかで、こう、終わったら、ケイタ君がコーヒーを入れてくれるんです。いつも、もう豆から挽いて、で、ちゃんとこうやって入れてくれるんですけど、その時に、アーリア君だけちょっと飲めないんですよ、コーヒーが。で、まあ、牛乳をこう山盛り入れないといけないんですけど、冬やったんで、こう、冷たかったらダメっていうので、温めてっていうので、そのタックに温めに行かしたんです。うん。
ほんならもう電子レンジの中で爆発させて帰ってきて、牛乳を。100くらいあったんがもうほんま3ミリぐらいになって帰ってきました。若いやつで勢いいいやつはいないの？若いやつで勢いいいやつ、まあ、勢いいいやつはいないかもしれないですね。そうっすね、まあおとなしいのはおとなしい。だから J3 で結構この上の人らがこう経歴ある人がいるって結構珍しい、珍しいというか、まあ、最近多いかもしれないですけど、ちょっと前まであんまなかったと思うんで、みんなもこう下の子がもっとガツガツ上に聞きに行けばというか、そういうのもあってもいいかなと思うんですけど。まあね、今の若い子はね、こう、教えてもらうことが当たり前だからさ。そうですね、そうですね。だからジャス君とかももうすげえ、ジャス君からこう教えてあげてる感じとかあるんで、うん、偉いなと思いつつ。特にあれでしょ、その教えてもらってても本当に聞いてんのかなって分かんないような。ああ、そうですね。わかる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 。なんか、まあ、多分アーリアが心折れてくるんだよ、多分。いや最終的には。かもしれない。まあ、アーリア君もなんか、いろいろちょっと楽しそうにやってるんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど。まだ、あれでしょ、だって途中から入ってきたでしょ。そうです、そうです。4月、5月ぐらいなんで。そうだよね。はい。でももう全然馴染んであれしてるんで。ケンタロウくんとかはご一緒されてますよね。うん。そのご一緒されてた時のケンタロウくんはどんな感じだったんですか？ケンタロウどんな感じだったかな。いや、なんか全然静かだよ。ああ、静か。静か。静かなんですね。うん、もう俺らもほんまに去年から今年にかけてそのケンタロウくん来るでって話になってて。うん、でも、讃岐の選手からもう、ケンタロウ君はやばいぞと、もうそうだから、もう一匹狼じゃん、うん、そういう系やし、もう喋りかけられへんみたいな感じって聞いてたから、うん、めっちゃなんかちょっと、どうっていう、うん、もう一人、関西人が、沢上隆二っていう選手がいたんですけど、うん、もう福島、今日発表されたんですけど、移籍するんです。うん、で、その人と、うんうんうん、どうやって入っていこうかっていう話をしてて、うん、入ってきたらもうなんか俺らがこうジャブをこう入れていけばもう喋る喋るでめちゃめちゃ面白くて、あ、もう今とかもすごいっすね。普通にしっかりボケてますね、なんかいろいろ。ああ、そう、なんかめっちゃそうっすね、笑うし、普通になんかめっちゃ楽しそうにやってるんで、全然なんかイメージと違いました俺は。なんか、あれじゃない？ケンタロウも多分、上下関係しっかりしてるから。ああ。上に、俺たちの時は上に超いっぱいいたから。ああ。そう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 。だからまだ静かにしてたんじゃない？あ、そういうことですね。うん。多分ね。ケンタロウは。ああ。そうそうそう。上がいっぱいいるから多分静かにしてたんだ。なるほど、なるほど。そう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 。ほんで自分が今度上になってきたら、まあ。はい、素を出してんのか、うんうんうん、気を使って盛り上げようとしてんのか、チームのために。なんか素であってほしいですけどね、あの感じで。まあまあまあ、多分そっちが素なんじゃない？ああ。多分、あんな怖い顔してるけど。はい。めちゃめちゃ優しいです、うん。そう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 。全然全然。面倒見もいいし。はい。そう。だから、まあ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 。いや、なんか、鳥取のなんかちょっと面白い映像みたいのをさ、ちょっとなんか逆に撮れたら、バーベキューとか行かないの？バーベキューめっちゃ行きます。ちょっと隠し撮りしといてよ。隠し撮りしといてよ。わかりました。うん、撮れる範囲でなんとか隠し撮り、うん。田村ですからスタートして。からスタートしてね。あれが流行ってんのはね、ちょっとなんか、うん、あれ T シャツ作ったんで。いいよ、見せて見せて。え、これ何？え、田村ですって書いてあるだけです。すごいじゃん。